それではこの箱なんですけども、これはですね、メイン部屋の奥深くに眠ってたものということになってます。あ、結構ね乱雑に入ってるっちゃ入ってる、雑な入りはしてるんですけど、まずゲームボーイが見えたね。これ今ゲームボーイもね、これ相当高いんだよね。箱説完品だとやっぱ1万とかねしますもんね。綺麗だったらもっと高いし、これ相当綺麗じゃないマジで。これイヤホンとかもねあった方がいいんですよね。ヘッドホンは含まれてない。あ、ヘッドホン別売りになったのか。最初ヘッドホンっていうか、あのイヤホンついてたんですよね。この色じゃないやつ、銀色の箱の時のやつ。これすげえ綺麗だなマジで。いやーちょっと待って、やっぱ電池は入っちゃってるんで液漏れはしてますね。これちょっと綺麗にしなきゃいけないですね。という結構綺麗なゲームボーイの箱付きですね。なかなか貴重です。この状態で画面も1000とか入ってなければ1万5000とかそんなもんじゃないですかね。そしてファミコンのアンパンマン、これはやっぱお絵描き、あ、ひらがなか、ひらがなが一番貴重なんで、これはそんなでもないですけど、まあ完品、あ、説明書ないのこれ、鉄なしですね。完品であればそこそこね数千はするよって言おうとしたんですけど。そしてテン&ファイト、これはなぜかね箱だけ、このオレンジのね透明ケースもいいですよね、アイレムさんのやつ。そしてモエプロはなぜかあり、でバーズテイル、バーズテイル1はね入るんですよ、2がオレンジなんでね。そしてバナナン王子、タイニントゥーンで、スーハミが、ライトファンタジー、これすごい長いやつですね、戦闘が長いってやつ。なんか記事で、まあある意味そこの戦闘がなければまあ両弦になったんじゃないかっていう記事を書いたことありますけどね。そしてタートル2、あ、ライトファンタジー2は、ライトファンタジー2なんですけども、まあ好評だったから2が出るわけなんですけども、その長い戦闘のシーンはやっぱ変わってないですよね。まあオードとかもあるんですけど、とにかく相当長くなっちゃってもう嫌になってくるってやつですね。だからこのゲームを紹介する記事とかにするときは1、2でセットで紹介することが多いんで、多分まとまってたと思います。あ、そして MSX かハイパースポーツ、あ、同じやつ、あのファミコンのハイパースポーツとかハイパーオリンピックよりも色と種類が出てるんですよね、 MSX はね。は、スーパーリアルマージャン P5 で、なぜか、あ、でもこれ結構貴重だわマジで。ディオ、この PC エンジンのコントローラーディオの色なんですけど、この保護フィルムが残ってるし、なんか OK って書いてある。まあ動作確認 OK ってことでしょうね。これ意外に綺麗だから貴重。そして、PC エンジンコントローラーなんですけど、ブラスターって書いてある、タケルさんが出してるやつですね。これもなかなか綺麗。あ、そしてこれがねディオのやつなんですけど、あ、ディオ R のやつなんですけど、この白ね、これはちょっと汚い。綺麗であればコントローラーもなかなかね。そしてなぜかナディアと忍びがありますね。あ、で音楽 CD が、あ、これねすげえ覚えてるんだけどエンドレスレインなんですけど X をね、これね小学生の頃かな、花輪くんっていう人からもらったんですけど、このカタカナでルビが振ってあってこう歌ってたんでしょうねきっとね。 I'm walking in the rain ホルゲートエクアラオビラここ面白く、花輪くんがもう無理にでもカタカナにしてどうしても歌いたかったんでしょうね。という花輪くんは今どうしてるんでしょうか、というエンドレスレインでしたけどもね。あ、ロムロムカラオケボリューム1、これ X 入ってたっけ、これってブルーハーツは入ってますよね、1じゃないですけど、ボリューム1なんですけど何個もあるんですよ。これはね、あの愛が止まらない、タトゥー、森ゆり子、トゥルーラブ、これ多分あれじゃないですもんね、藤井さんじゃないですもんね、ワクワクさせてとかね入ってますね。帯付きなんでなかなか貴重じゃないでしょうかね。カラオケをやった人はいたんでしょうかね、 PC エンジンでね。まあ、というならね、ハミコンでカラオケもできましたからね、一応ね。で、レディーソード。
あ、これハッカーさん系のゲームエクスプレス系の、まあ、エロロープレか。これ正解っすな。ちょっともう映っちゃってるのか。袋に映っちゃうんですよね、これね。やっぱ粗いから作りの。メイドイン台湾って書いてあるしね、これね。当時としてはここで台湾生産はなかなかね、画期的だったと思うんですけど。そして、将棋名鑑と爆笑愛の劇場。まあ、結構渋いタイトルが入ってますね、アミコンはね。タイニートゥーン2。あ、モアイくんとかね。これ結構渋い。まあ、なかなか貴重なやつですね。箱ついてたら、まあ、1万とか超えるやつですね。とは思ったもののアトランティスが入ったりとかね。で、ハーピット入ってますね。このゲームもできるけど、占いもできるみたいな。親戚に、母親の妹さんのところに結構預けられたことがあるんですけど、で、そこに女の子の兄弟がいて、ハーピットをやってましたね。あ、ここゲームウォッチがまとまってるわ。ハード組、ガンダム。あれ？もう一個ハーピットか。ハーピットも、なんだっけ？抱きしめてトナイトじゃなくて、なんかいろんなバージョンですよ。多分セーラームーンとかもあるし。このハーピットとこれも微妙に違うのかな？色が違うのかな？どっちかが新しいフリーとかあると思うんですけど、とにかくハーピット。2種。あ、そしてカルト Q 来ましたね。はい、あ、カルト Q のね、ゲームの回って超やばかったですよね。スーハミのこの高校野球のやつには、どの選手が入ってるとかって言ってましたもんね。カルト Q 出ようと思って、テトリスの制作者は、アルクセイ・パジトの節とか そういうの覚えましたけどね、なんか。カルト Q いつだっけ、中学だったかな、俺見てたの。なんかこれ、ハードオフさんかなんかの値札、多分100円とか300円のやつが消されるというか、隠されてますけどね。はい、というカルト Q。アウターワールド、ピンクパンサー、なかなかレアなやつ。アウターワールドは僕は結構ネタとしても即死系のゲームですね。そしてなぜかニューファミのコントローラーがあり、ファミコンの渋めのやつが多いですね、やっぱね。パジャマヒーローとか、小さなお化け、あっちこっちそっち。本とかで見てましたけどね。エアフォートレス、スターゲート、なかなか渋いじゃないですか、タイトル的に。そしてなぜか普通にベタなマリオブラザーズ。なんだこれは。あ、マイク・タイソンのパンチアウト。で、MSX か。さっきのハイパースポーツとか、別にハイパースポーツ1、ハイパーオリンピック2、ER カンフーと。これ競技が色々とあったりするわけですね。ファミコンとは違った競技とか。で、これなんだっけ。まあ、セーラームーンのゲームウォッチみたいなやつなんですけど、前、ムーンティアラ。これもね、ゲームウォッチよりも安いやつなんですよね。定価が1800円。一応箱付きですね。はい、そして、マーク3がありますね。ドキドキペンギンランドとファンタジーゾーン2。そして MSX のロードファイター。これどこだって？カセットがなくなってる。チラシとか説明書はあんの？なんかやったままこのパターン多いですよね、結構ね。出してやって別になっちゃって、どっか紛失しちゃうとかなっちゃう。そしてアイドル花子でファンクラブ。これもやっぱそのヒューカードの作りが荒いんで、このジャケットがこう映っちゃうんですよね。これだってミスじゃないんですよね。こうなっちゃうんですよね。こっちに映っちゃってみたいな。これで僕はやっぱ花札を覚えましたね。このやっぱね、そのアイドルとかの描写、グラフィックがすごい綺麗でしたからね。恋恋とか言って。なんか、花札最近やってないですけど、やっぱ恋恋面白いですよね。アメシコとか、これを集めていくみたいな。アメシコ5個、3個とかね。で、ここはね、なぜかね、ゲームギアがすげえまとまってる。謎ぷよ2。ゲームギアとなんだっけな、やったやつ。シャイニングホース。バスターファイト、忍び2、これ結構貴重っすね。ファンタシスタガイデン、これすごくない？マジで。この、どこで、クゴすげえ。これなんかこれ、粉になってる。わかりますよね、なんとなくね。この袋がなんか削れてきてるというか。
これね、あの鑑定団さんで購入したと思うんですけど、100円ですよ、100円。バスターファイト100円。ちょっとね、ボロボロになボロボロってか、この袋が削れてきてる。そしてこれ何、どういうこと、これはまあ何が入ってるかまず分かんないですか、剥がしただけかもしれないけど、これがなんかわけわかんない、緑なんだけどジャジャマルくん風な感じになってる。ジャジャマルくんは紫じゃないですか。ジャジャマルの大冒険はエメラルドグリーンか紫の2パターンありますが、これは緑はありえないじゃないですか。今度何が入ってるかちょっと動作確認してみますね、この辺りも。そしてあとヒューカードが、まあ、結構まあ大衆的ではないですけど、あのマイカードもありましたね、まずね。ドラゴンは、あーこれもすげえ古いわ、渡るんですけど105円で購入してますからね。あとどっち、ビーチバレーストツダッシュカードの美、これがマイカードで、あとヒューカードと。そしてゲーム、あーこれもなんか108円の時ですけど、なかなかトム&ジェリーが108円って超安くないですか、説明書がついてるし。トム&ジェリーって結構高いんですよね、やっぱね。ファミコンとかだと超高いですけど。ドラキュラ、バットマン、なかなか貴重なもんですね、この辺りとかね。ドラキュラはそんなでも、箱がついてないからダメですけど、ダメというか貴重ではなくなっちゃいますけど。で、ディスクカードが、メルヘンベールがなぜかこのプチプチに包まれたドラキュラです。メルヘンベールはクソゲー大決戦でもね、紹介した、あの、黒い画面の端に行っちゃって、なんか、地上か空か分かんなくなっちゃうようなやつなんですけど。そして球界移動中継がなぜかあり、これ何でしたっけ、これ漫画カセット、なんか本体みたいなやつがあって入れるんですよね。漫画カセットのスーパースト 2X ってこれどんな感じでしたっけ。こっちはロックもありますね。これは3番4番になってる、という箱でした。はい、という開封でしたが、今回はね、あのクロスファイヤーとか、あとなんだっけ、クロスファイヤーがすげえ貴重だったイメージがあるな。ハーピット2個とかとかね、この昔の渋い僕の写真とか、あとカセットテープとか、なかなかいいものが出てきたんじゃないでしょうかね。でせっかくここにいるんで、ちょっとこれがね今できるかどうかつけてみたいと思います。3個とも電源は入ってるはず。おおお、すげえ久しぶりなのに全然つきますね。やっぱパックマン決めちゃいますか。あ、ちょっと斜めでやってるときついわこれ。あの4方向レバーなんで。本来はこの正面からやらないと。下とこの感覚がちょっときつくなってくる、この真正面にいないと。アップね、今のちょっとやばいな、真正面にいないとちょっと無理かもしれない。これという感じですかねという感じで、次の回も一生懸命開封したいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ふにゅ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 